はい、皆さんこんにちは、村長です。まず今日はこの2つの音を聞いてください。続けて流します。はい、どうでしたでしょうか。最初の方は少し広がりがなく、そして後半の方が広がりを感じたと思います。村長ミュージックスタジオ。その広がりの理由は何でしょうか。これはこのトラックにスタジオ1の方ではモノラルモードとステレオモードをこのようにしてすぐに切り替えることができると思います。ですから先になった方も今ステレオモードに変えました。ですからこれを聞いてもらうと2つとも同じ音に聞こえるはずです。この音源はユージャムのアンバーというギターストローク用の音源です。ですから元はミディの状態だったんですけれども、トラックをオーディオ化して今皆さんに聞いていただきました。今ここにありますようにこれはステレオの状態です。今赤いところはモノラルになってますよね。これはどうやったらできるか、これも一つ覚えておいてください。モノラルのものをステレオにするときはここをこういうふうにすればいいんですが、今度はこの広がったステレオというデータである場合、エンジニアさんによってはモノラルはモノラルで欲しいと言われる場合があります。そういうときはまずこのトラックをモノラルにしておいて、その後このデータを選択した後にコントロール Bバウンズをするとこのように完全なモノラルの音になります。ちょっと聞いていただきましょう。そしてこれを聞いていただきましょう。はい、明らかに違いますよね。そして次のお話です。じゃあこれをモノラルにしてこのステレオを聞けばどうなるでしょうか。これとはい、今のこの状態はトラックをモノラルデータにしたら、トラックのデータが基本的にステレオであっても、このモノラルと同じ状態に聞こえます。はい、ここでこれからが本題です。ちょっと上のトラックをミュートにして、下のトラックには2つのプラグインが挿されていますが、まず1個ずつお話をしたいと思います。このプラグインは両方ともプラグインアライアンスが販売しているもので、片方はブレインワークスの BX ステレオメーカーというものです。いわゆるトラックをステレオにするものです。また隣のものも同じようにトラックをステレオにするものなんですが、少し役目が違います。まず一つ目のステレオメーカーからお話ししたいと思います。まずパラメーターのお話です。この初めのところはトーンというのがありまして、トーンを選べます。あまり音のイコライジングが変わらない位置をこれで探します。次はハイダンプというので、これを右にすると悪く言えばこもります。よく言えば優しくなります。そして次のパラメーターは他のところではモノメーカーと呼んでいますが、広げたくない安定する低域を作るために
何ヘルツのところまではモノラルにするか、まあ基本的には100電語ぐらいがいいと思うんですけれども、そこにこのように設定します。そして次のパラメーターこそがこのソフトの要の部分です。いわゆるステレオのワイドさをここで表現します。次のパラメーターは通常でいうパンです。左に回すとレフト、右に回すとライトに動きます。そしてこういうパラメーターを戻すときはコントロールキーを押しながらクリックするとこのように初期値に戻ります。そして次が下にすればパンというモードと上はチルトとなっています。チルトというのは基本的には縦という意味ですが、そのチルトという機能を使ってむちゃくちゃこう広げた感覚にならないと。そして定位させたい特に低域部分とかはあまり広げないような動き方をします。そしてパンのモードにしておけばこのミキサーのところにあるこのパンと基本的にはほぼ同じような動きをします。これでパラメーターの解説はほとんどしました。ここは最後のアウトのゲインを触るところです。そしてこの3つあるこういうランプがありますが、これは一番左は LR を切り替えるときですね。そしてこれはこのステレオの中でセンター定位するいわゆるミッドの部分だけを聞いたり、この部分サイドに広げた部分だけを聞いたりして個別にモニターすることができます。普段は基本的にはこの3つは何もついていない状態がいいと思います。じゃあこの状態の中で少しバイパスしたりして聞いてみましょう。左に振ります。右です。今度はチルトモードにしましたからあまり左右に動きません。なんとなく酔ったかなって感じです。バイパスしてみましょう。はい、このようにあまり極端にならないで左右の存在感を出せます。はい、次にはこのプラグインの説明をします。このソフトには2つのバージョンがありまして、 1-2 というこのバージョンと 1-3 というバージョンがあります。この違いはというのは、1いわゆるものをステレオに変えるというのが左側です。右の方は 1-2-3 というふうになっています。この3というのは L と R とそしてセンター、いわゆる MS 処理でやるプラグインになっています。
よって画面下の方にダイバージェンスというパラメーターがあります。どういうことかというと、左いっぱいにしておくと L とセンターと R3 つに分離されて、そして真ん中にも音が残ります。これを右いっぱいにするとちょうどトラックを2つに分けたように完全に L と R になって、真ん中には音の成分が残らないという状況になります。このことは後でも詳しく説明します。今日はこのように1-2-3というバージョンを使って説明をしたいと思います。文字通りこのパンというのは左右に振ることができます。そしてこのデプスはどちらかというと奥行き、そしてこれがだんだん奥に行ってなんとなく広がりますし、このようにすると前に寄ってきて、そして輪郭がはっきりした感じになります。そしてアップミックスゲイン、これがこの赤いところを見ていただいたら分かるように分散の仕方が変わります。こうするとほぼ分散しなくなります。このようにまあ広がりと思っていただいたらいいと思います。そしてこちらのパラメーターはこのように左いっぱいに回しておくとセンターに定位した音が残るように、いわゆる中心がしっかりした状態になります。これをこのように位置に近づけると真ん中の音はなく完全に左右に広がった状態になります。この右のブリリアンスはこれを上げることにより高音域がキラッと光ってきます。ではこれで少し音で試してみましょう。はい、タイトになりました。奥行きを変えてみます。じゃあこれを変えてみます。こちらにしておく方が広がり感がよくわかります。ブリリアンスを変えます。はい、輪郭がはっきりしますね。バイパスします。入れます。はい、どうでしたでしょうか。いわゆるモノラルでレコーディングした状態を単純にステレオモードにするだけでなく、さらにワイド感をコントロールしようという2つのプラグインでした。なぜこんなものを今さら購入しようとしたのでしょうか。というのはモノトラックを生成したとします。こういうトラックがいくつもあったとき、例えばギターはちょっと左に振ろうかなということで、ここのパンを左にこう振ったとします。右で
もう一つバッキングするようなデータがあれば、例えばこのようにその反対にもこのように少し持っていくとか、まあボーカルはセンターでいいんだけれども、このように楽器を振った時に難しいのは、ボーカルがない時楽器がどちらかの端に寄ったような聞こえ方がしますよね。皆さんはいつもそういうところをどのように処理していたでしょうか。よってこのように同じデータを複製しておいて、パンを左右に分ける、こういうソフトがお持ちでなければ、このようなやり方でワイド感を多分出されてた方もおられるんではないでしょうか。もしくはこういうやり方をして、少し片方のトラックを微妙にずれたり刺すことによって、まあこういうことですね、こういうことをすることによってコーラス効果が生まれたりもします。ワイド感とコーラス効果をうまく使うために、同じトラックを2つに分けて左右にこのようにパンを振る、これは経験者がよく使う手段ですけれども、それではなく2つのプラグインにかなりそれぞれの特徴があったように、ものをステレオに変えるという方法ではかなり手法によって音の出方も変わってきますので、こういうプラグインをお持ちであればとっても便利だと思います。ただしプラグインアライアンスのステレオメーカーなどは単にステレオに分けるだけですけれども、普段の販売価格は1万円以上するような価格のものです。キャンペーンなどの時にまた数千円ででもゲットできる時期があると思いますが、モノラルをステレオ感に変える時のコントロールに困っている方は、こういうことも参考にしていただいたら何かのお役に立てるかもしれません。今日はステレオとモノ、これをうまく使い分ける方法をお話ししました。他の DAW でもプラグインさえあれば考え方はほとんど同じですので、皆さん一度検討してみてください。村長でした。